旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。旅行の達人のモッキンバードです。今回は長野の桜の美しさに感動、定番の人気お花見スポット6選をお届けします。標高差が大きくて南北に長い長野県では桜前線は南から北へ向かいます。また里から山へと移動するんです。見頃の時期が長く豊富なロケーションも特徴。山全体がピンクに染まる山桜や残雪と桜の共演など見どころも満載なのが長野県です。今回は長野県の定番になっているお花見スポット6選でご案内いたします。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずは国宝松本城。松本市のシンボル、国宝松本城で夜桜に酔いしれましょう。国宝松本城は日本に存在する5つの国宝城郭の一つです。現存している56階の城の中では日本最古を誇ります。春のシーズンにはお堀を囲む桜が咲き誇ります。ライトアップで映し出される松本城天守とスポットライトで浮かび上がる桜の花は必見ですよ。夜桜会ではお茶席が催され、雅楽、フルートなどの演奏があるほか、屋台では花見団子も売られます。国宝松本城における例年の桜の見頃は4月上旬から4月中旬。約300本のソメイヨシノやしだれ桜などが楽しめます。アクセスは JR 篠ノ井線の松本駅から徒歩20分ほど。お車の場合は長野自動車道松本インターチェンジから松本駅方面に3キロです。市営開地駐車場110台、市営大手門駐車場251台、大型12台の有料駐車場があります。お次は高遠城址公園。薄紅色の高遠コヒガン桜が満開になる高遠城址公園。天下第一の桜と言われの高い樹齢140年を超える大木から若木まで約1500本もの高遠コヒガン桜が植えられています。高遠コヒガン桜は完全に開花してもソメイヨシノのような白さは現れず、濃厚で可憐なピンク色を保ちます。高遠城址公園の桜の見頃は例年4月上旬から4月中旬。約1500本もの高遠コヒガン桜が思う存分に堪能できます。アクセスは JR 飯田線伊那市駅または伊那北駅から JR バス高遠駅方面行きに乗って25分、高遠駅で下車後歩いて15分ほどで到着します。お車の場合は中央自動車道伊那インターチェンジから高遠方面に向かい約12キロのところです。3000台が駐車可能の有料駐車場があります。お次は弘法山古墳。古墳を取り巻く桜を満喫したいなら弘法山古墳に行きましょう。国指定史跡の弘法山古墳は桜の名所としても知られています。お花見だけでなく遠く北アルプス連峰が見渡せる絶景も楽しめます。桜が満開になれば山全体が淡いピンク色に染められたくさんのお花見客でにぎわいます。また弘法山古墳は映画オレンジのロケ地でもあるんですよ。弘法山古墳の桜の見頃は例年4月中旬となっています。約4000本ものソメイヨシノや大山桜などが咲き誇る姿は感動に値します。アクセスは JR 篠ノ井線南松本駅から歩いて約20分です。お車で来られても駐車場がないのでご注意ください。お次は上田城跡公園。湖上に咲く桜がライトアップされ美しさを競い合う姿を堪能したいなら上田城跡公園に行きましょう。上田城は天正11年1583年に真田幸村と信繁の父正幸が築城したお城です。2度までも徳川の大軍を退けた城としても有名ですね。公園内では開花期が異なる様々な種類の桜が楽しめます。ソメイヨシノやしだれ桜などが湖上に生えてとても美しいですよ。上田城跡公園の桜の見頃は例年4月上旬から4月中旬となります。約1000本のしだれ桜、ソメイヨシノなどの桜が咲き誇り思い切りお花見が堪能できます。
アクセスは JR 北陸新幹線上田駅から歩いて12分の駅地下です。お車の場合は上信越自動車道上田菅平インターチェンジから上田城方面に4キロです。104台が収容できる有料駐車場があります。満車の場合は市街地周辺の有料駐車場をご利用ください。お次は小諸城址懐古園。島崎藤村の詩で有名なお花見の名所となっている庭園が小諸城址懐古園です。日本百名城にも認定された小諸城の跡で、敷地にはソメイヨシノ、彼岸桜、しだれ桜などが植えられています。桜名所百選でも有名で、見事な古木や巨木もたくさんあります。中でも小諸が発祥となっている小諸八重紅しだれは絶対に見逃せません。園内には藤村記念館や小山慶三美術館などの施設や動物園、遊園地も併設されていて、お花見だけでなくご家族連れでのレジャーでも楽しめますね。小諸城址懐古園の桜の見頃は4月中旬から4月下旬、約500本ものソメイヨシノ、彼岸桜、しだれ桜、小諸八重紅しだれなどの様々な桜が鑑賞できます。アクセスはしなの鉄道小諸駅から徒歩3分と駅地下で便利です。お車なら上信越自動車道小諸インターチェンジから5分、213台が収容できる有料駐車場があります。最後は中綱湖。中綱湖は長野県大町市にある標高が815メートル、最大水深13メートルの湖です。木崎湖、青木湖とともに西名3湖に数えられています。中綱湖畔には見事な大山桜が咲き誇っています。風のない早朝には湖面の水鏡に映る大山桜を見て思わず感動。西名3湖の中で一番小さな湖の中綱湖、しかし大山桜が湖面に映る姿は3湖の中で一番美しいですよ。写真撮影すると少々白っぽく映るのがソメイヨシノですが、この大山桜は鮮やかで濃いピンク色。中綱湖でインスタ映えも最高のピンクに染まった美しい写真をゲットしてください。葉のない木々や濃い緑の杉林が背景なので桜のピンクがさらに映えますね。例年の桜の見頃は4月上旬から4月中旬、大糸線柳葉駅から徒歩3分で中綱湖に到着します。車なら安曇野インターチェンジから50分ほどです。今回は長野の桜の美しさに感動、定番の人気お花見スポット6選をご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。自然の中の素晴らしい観光スポットがたくさんある長野県、当然に美しい桜が見られるお花見のスポットも各地にあります。長野県でのお花見はただ桜を堪能するだけでなく、その背景にある素晴らしい自然や建物などの光景も一緒に楽しみましょう。2021年のお花見、新型コロナウイルスの影響で各地のお花見が自粛になったり規制がされる場合もありますのでご了承願います。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料、今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。